ドヤンリは、フランスパリ生まれ、千葉県成田市、インバ郡富里町育ちのハンドボール選手。日本ハンドボールリーグの大崎電機所属。フランスでは、フランス名のレミー・フートリエを使用していた。レミタンとして、TikTok での動画配信も行っている。富里町立日吉大小学校、富里北中学校卒業。8歳の時に、 地元の日吉大ハンドボールクラブで競技を始めた。浦和学院高等学校卒業後、日本体育大学へ入学。大学4年時に両膝を故障。実業団からのオファーがあったものの、膝の状況から現役引退を決意し、フランスのシャンベリへ語学留学することとなった。シャンベリでは、膝の痛みがなぜか消え、ハンドボールをプレーするために、 LNH ディビジョンアンのシャンベリ、サボワハンドボールのセカンドチームへ加入した。2013年6月に日本へ帰国する予定だったが、シャンベリからプロ契約のオファーがあり契約。2016年には第17回男子アジア選手権の日本代表に選出。2017年2月にはフランスのパリで行われるハンドスターゲーム2017に、 外国籍選抜チームの一員として選出された。2017から18年シーズンからは、フランス2部のシャルトルメトロポールハンドボール28でプレー2019年7月に日本ハンドボールリーグの大崎電機へ加入。7月13日の開幕戦にて、日本ハンドボールリーグ初得点を挙げた。2021年5月14日、大崎電機よりハンドボール、 日本リーグ男子のジークスター東京へ A 席。2021年8月4日自身のツイッターで日本代表からの引退を表明した。日本ハンドボールリーグ大会別成績ハンドボールの知名度向上と競技普及のため、ショートビデオ配信アプリ TikTok で動画配信を行っており、2021年7月26日、現在のフォロワー数は240万人を超える。 tiktok 上でのニックネームはレミタン。tiktok ではハンドボール関係者以外の興味を引くため競技関連の動画投稿は少なく動物などの顔真似や高い身体能力を活かした奇抜な動きなどコミカルな動画を主体としている。ありがとうございます。